てと。では始めます。私中太郎です。宝島の中太郎中、あのなんぞケーブルテレビ関係のエリア放送を宝島の中太郎というタイトルで8年か9年ぐらいやってまして、それがこの間終わって、でまあせっかく DVD もらえるから言うんで、それをずっと YouTube に上げとったんですけれども、まあ当然のこと再生回数は伸びるわけでもなく、でまあそれでも別に収益化を目指すわけでもないしいいか程度だったんですけれども、この間自筆のネット環境がこれ何だった、モバイル Wi-Fi、 モバイル Wi-Fi しとったんですけど、最近なんでか急にその無制限なんだけど、ある一定の制限、データ量を越すと、3日ぐらい制限がかかってほとんど使い物にならんという、そんな状態が結構長く続いたんで、もうこれいかんわと。で思い切ってえいやっと光を引いたんですけど、そうするとですよ、まあ自筆のちょっと大きめの32インチかなの画面に、あのファイヤーテレビ、ちょっと待ってね、ちょっと音量大きいね、それにファイヤーテレビとかいうのをくっつけると YouTube も見られるんですよね。でこれは弱いということで、その YouTube をまあつらつら眺めるうちに、だんだん通常のテレビ番組より YouTube の方が面白くなって、いろいろ見よったら、結構いろんな人がやってるでしょう。あのお色気を売りにしとる感じのもあったりで、教育系があったり、単純に面白系があったり、いろいろある中で、あの60歳代でもいろいろ上げとる人がおって、それを眺めよったら、割とその登録者数も獲得しとる人もおるみたいで、それぞれになんか、もしかしたらそれぞれのニーズがあるんかなとも思ったり、まあ私なんかはたまたまそのちょっと壊れて、そのエリア放送の番組をやってましたけど、個人で YouTube に上げるほどの何かを持っとるわけじゃないし、何かに突出して詳しいわけでもないし、何か面白い芸ができるわけでもないし、ごくごくありきたりな平凡なおじいなんで、あ、おじい、今66ですわ、私。再来月67になるという、後期高齢者いうんですか、それも。確かそうですよね。その後期高齢者の能力もない、ありきたりな男でも、もしかしたら、そんなこんなで、もしかして
成り立つんなら面白いかもしれんなと思い始めて、これまで YouTube はもう見るのと、あとはもう本当にそのエリア放送の DVD を上げるだけだったの。でもっと前はその20年くらい前かな、 YouTube がまだ出始めの頃で5分だったかな、10分だった、確か5分、5分くらいの制限があって、長い動画を上げるには分割してあげないかいな感じで、その頃はちょっと遊んでたんですよね。あのドラマの DVD から好きな箇所を落として、例えば私は酒が好きなんで、その酒のシーンとかいうドラマの中で、そのちょっとええなと思う酒を飲むシーンだけをカットして、そいつを上げたりして S に行っとったんですけど、ある日突然、突如ですよ、アカウント削除という浮き目に遭いまして、あの頃は乱暴だったですね。警告も何も一切事前告知なし、ある日突然私のアカウントが消えてました。それに懲りてね、もうバカらしいから、もう自分でその手間かけて動画を作ってあげるようなことはすまいと思っとったんですけど、まあまあ今言ったような事情でちょっとやってみようかなと。はい、もちろんあの包み隠さず言いますけど、収益化を目指してです。収益化言うたってね、あの後でまた次回でもように調べて、その収益化 のハードルいうやつを、つまびらかにしますが、とてもじゃないけど、そのなんていうの、その収益化の権利を取るまでにかなりのハードルがありますわ。だから収益化を目指しはしますけど、これは厳しいということは承知してます。なので仮に月に1000円でもええけん収益になったら、まあ、一応目的達成ということで、ただそれまでに、まあ、いろんなハードルがあるかなと思います。というのはそのさっきも言ったようにアカウントが突然削除されるというのは、ひとえにあの著作権の問題でして、とすると今かけとる BGM なんかでも、ひょっとしたらこれは削除の元になるのではないかと思って、あのナイルであれ著作権フリーの CD も取り寄せてはあるんですけど、ここに持ってくるのを忘れたというか、まあまあ忘れたというか半分どうでもええ感じで持ってこんかったんですけど、今かけとるのは、映るかな、これ、これね、マイフーリッシュハート、私のおバカな心っていうの、エディ・ヒギンズ・クインテット、ウィズ・スコット・ハミルトン、主にそのサックスのね、なんで手元にあるんやら覚えてないぐらい、多分何かあのネット上の音楽聴いて気に入って CD を取り寄せたものだと思われますが、 CD の山の中にあって、なんていうの、さっきも言ったようになるだけ著作権でぶち当たることのないようなやつって言ったら、この CD 失礼かを今流してますが、というのは結構そのあのエリア放送の宝島の中太郎でもその規制の著作権がある音楽が流れとるんですよ、こうやって BGM でね、あえてアフレコしとるわけじゃないんだけど、こう収録の時に BGM で流れてる。それがその自分のチャンネルの中でその動画のところを見てると、著作権で引っかかってるような内容のことは出てる。でもまあええよ、こらえたるわいみたいな内容のことは書いてあるわけです。本当はあの引っかかっとるんだけど、どうもその版元がまあこの程度だったらこらえてやるわいみたいな感じのやつが
多いんですね、っていうかほとんど。ということはちょっとその点は軽なったのかなと思って、それは緩にしてもええんかなという、まあまあいい加減な感じですね。どうなんやろな、いかんのだったらやっぱり無音でやるか著作権フリーの CD を流すかしかないんだけれども、その辺はどうなんでしょう。はい、それでこう久しぶりに iPhone で撮るんですけど、最初あ YouTube ちゃんとやってみようかと思った時に iPhone じゃあの全面カメラいうの、全面カメラだと画素数は落ちるでしょう。さりとて全面カメラで画角を見ながらじゃないとちゃんと撮れとるかどうかもわからんしと思って、実はナイルでちょっと調べてみると、まあ5、6万最低5、6万するんだろうなと。で5万超えたらちょっとヨーダさんな、3万ぐらいだったら出してもええかなぐらいで調べてみると、まあチャイニーズですけど 4K で1万4千円弱であったんです。それがこれです。なかなかでしょ、1万4000円。たださすがチャイニーズ、あの各国共通の取説が入っとるだけで、その取説もざっとしたもんで細かいところがよくわからない。例えば話、バッテリーが2個あるんだけど、そのバッテリーがあかんなったら、大体のバッテリーは何という機種でな、どこでどう取り寄せたらいいのかもわからない。でリモコンはちょっとついとる、そうリモコン、リモコンは一応ついとるんだけど、そのどこをどうすればどうなるのかというのもよくわからない。でマイクロ SD カード、SD カードっていうのか、その SD カードでまあデータを取ってそいつをパソコンに落とし込むんだろうけど、そのやり方もちょっといまいち、まあぶっつけでやってみるしかないんだけど、なんかそういうソフトがあるのか、それともパソコンにつないだら勝手に、そんなわけないしと思って、これはちょっと試行錯誤も相当試行錯誤の回数がいるなと思って、ああじゃあとりあえず手っ取り早く iPhone でやっちゃうということで、今実は iPhone でやってます。でその今言うしに、あの全面カメラでやると画素数が落ちるので、もうエイヤーであのちゃんと背面カメラで撮ってます。なので私は今自分がどう写ってるか見えてない。ただまあ事前にその席の位置はあれなんで、まあ大体は映っとるだろうかなというところに座ってます。であえてこの多分この辺ぐらいしか入ってないと思うんだけど、おじいの顔さらさんでもええかと思って、で問題は音声がちゃんと iPhone1 台で拾えるかどうか、そこですわな。まあ要するにとりあえず撮ってみようかということです。私は iPhone をあのなんていうの、カップが終わってもその下取りに出さないタイプなので、今3台使えるやつを持ってます。で今使ってるのがその SE の2です。で現在そのメインで使うとのがあの13か13ミニ
でもう一つ古いのが8プラスで6プラスもあるんだあったんだけど、バッテリーを自分で交換したら、あのえあれ何言ったかな、無限リンゴループだったかな、リンゴループだったかな、要するにリンゴマークはつくんだけど、そっから進まないという、確実にどっかやってもうたなという感じですな。あれもどらんしたらいいんだろう、もうあかんのかな、どっかに持って行って事情を説明して納得づくの上で見てもらうとか引き取ってもらうとかできればいいんだけど、できればまあ少々費用はかかってもバッテリーが交換できるんならしてもらいたい。というのはあの iPhone6 が一番私は手に馴染む気がするんです。まあ SE とあまり変わらんけど、6の方がもう一つこういい感じがするんですよね。そらどうなるやら、結局取り留められないことをこう話しておりますが、まあ第1回目いうことでよしとします。多分しばらくこの角度で取るんじゃないかな。ここはあの酒の宝島という酒屋の端向かいにあるウッディーバー中太郎というちょっとバーです。なので私のタイトルは宝島の中太郎です。あのそのまま引き継いでいこうかなと。だから宝島の中太郎セルフバージョンです。どのくらい続けられるかわからんけれども、まああまり気負わずにいろんなことを喋っていこうかなと。でどんなことを喋るかちょっと考えたんですけど、というのは何かに絞り込んで喋れるほどその深い知見があるわけではない、あのとにかく浅いこう知識しかないもんで、いろんなところから持ってこない。なので、何かに突出したような絞り込んだようなチャンネルにはならないと思っております。ね、その中でもまあ4つ5つ思いついとんのが、1つはまあ日々のよしな仕事、2つが昔のこと、3つが、YouTube のこと。だからその YouTube のあの66のおじいが YouTube で本当に収益化できるかどうか、でその収益化にたどり着くまでに、どんな機材でどんな失敗をして、どういうふうなその試行錯誤で進めていくかというのを、まあまあ披露しながらやっていったらいいんじゃないかなとも思っております。あの私とご同輩の人のもし参考になればということです。で4つが酒屋なので酒のこと、5つが酒全般とは別個に、大きな括りだと酒ですけど、その中でもあのカクテルのこと、いずれはそのカクテルをここでちょっと作って、紹介しながら自分で飲むというのもやってもいいかな。え、そこ、5ついったんかね、1,2,3,4 5ついたね。で6つがまああのあんまりおぴらに言えるようなことじゃないけど、ちょっと失敗中の為替のことについて、これ結構今自分の時間の中で
もしかしたら6分の1くらいは時間費やしとるような気がするんで、それを喋らずに何喋るというとこもあるので、あんまりこうね、その生々しい金額のことはぼかしますけれども、為替でどんな失敗をしてるか、いや大した金ないんだっけ、失敗だって大した額じゃないんですけど、まあまあそれも参考になればなみたいなことで思っております。でどのくらい喋ったんだろう、この CD が終わる頃には多分小一時間になると思うけん、これが終わる頃までにはまあ第1回目やしええやないかなと思って、とりあえずまあ iPhone ならしよいと思うよね。あの加工いらんじゃない、もう加工するのめんどくさいじゃない、もうちょっと慣れていって今のそのちゃんとしたビデオカメラでちゃんと撮れるようになったら、それこそあの編集ソフトでなんならあの文字も入れてみて、でサムネイルっていうんですか、どうもその動画の表紙に工夫すれば受けがええみたいなこともなんかでちらっと言うんだし、いずれはそういう方向も模索しようと思うけど、今はとにかくとりあえずまあ自分で普通に喋ったものを YouTube に上げてみようと思ってます。それには多分 iPhone でやるのが一番簡単、 iPhone の YouTube のアプリで撮ったら確かそのままアップロードできるはずなんですよ、過去も何もいらん、なのでまずはそこから入っていきたいなと思っております。ただ問題はこの SE2 ですけれども、随分使い込んでるのでバッテリーが心配ですな。さっき見たらもう70数パーセントになったけ持つのかなという気がせんでもないです。これどこまで映ったか知らんけど、私はこの神酒っちゅうやつがとても好きでして、今この神酒にちょうどええのがこのこっち映ってないかもしれんけど、あれ IH ヒーターの上にあのちっこいホーロー引きの鍋を乗せて、そこに湯張って湯煎しながら、こいつでこいつはね、どっかの旅行行った時にね、倉敷だったと思うんだけど、ガラス細工ですよ、ガラス工房で一目見て気に入ったんです。これこのガラスのこの片口っていうのなかなかないでしょ、あの時これ1,500〜1,600円だったかな、こうてよかったと思う。今すごい気に入ってこの缶酒用に使ってます。でチョコがこれね、多分備前だと思うんですよ、自分で買うた記憶がないということは誰かがくれた、誰くれたんだろう、俺気に入っててね、あの備前というとこ綺麗にこうなんていうの、ろくろでこう綺麗なこう円形になっとるやつも多いでしょ、そういうのも一つ持っとるけど、なんかこのこれ手びねり言うんでしょうね、多分この武骨な感じが好きで今これでやることが多いですね。で追い水がハイボールだけど、このハイボールね、あの残り物ソーダで割ってるからちょっと泡の立ちが悪いです。うん、そんなこんなでまずはここまでとします。2023年3月26日日曜日、どこまで続くか知らんけどね。
まあとりあえずはこんなとこで始めてみましょう。よろしければお付き合いください。では。